どうもこんにちは、証券会社出身トレーダーの和樹です。今回は FX と心理学の関係について解説していきたいと思います。 FX と心理学と聞くと一見何の関係もないと思われがちですが、この2つは非常に関係が深く、切っても切り離せません。皆さんの中にはなかなか損切りができずポジションを持ち続けてしまったり、負けを取り返そうといつまでも大きなポジションを取ってしまったりしている人はいませんか？僕も初心者の頃は同じようなことをやってしまい、何度も大きな損をしてしまっていました。これらの行動は人間の心理から来ているもので、今回のテーマである FX と心理学の関係について理解できれば解決します。今回は FX に関わる心理について代表的なものを4つご紹介しようと思いますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。それでは本編いってみましょう。1つ目はバンドワゴン効果です。バンドワゴン効果とは、何か行動を起こしたり選択したりする際に周りの意見に自然と流されてしまうことです。例えば皆さんがチャート分析をしている際に、あの人が上がるって言っている、あの人も買いのポジションを持っているなどの情報に流されてしまい、自分も買いのポジションを持ってしまうというような状況です。他人の情報や意見を参考にするのは何ら悪いことではありませんが、それを鵜呑みにしてトレードをしてしまうと必ず痛い目に遭います。他人の意見を鵜呑みにするのではなく、しっかりと自分の頭で考えてトレードをしていきましょう。2つ目はサンクコスト効果です。サンクコストとは、ある行動に対してすでに投入した時間、お金などを指します。人はこのサンクコストを無意識的に回収したいと考えてしまいます。例えば1時間チャートを分析してポジションを持った際に、1時間もかけて分析したのだから絶対に利益を出したいと思ってしまったり、損失が続いている状況でそれを取り返そうと思ってしまったりすることです。FX では長い時間分析したからといって必ずしも利益につながるとは限りません。思いつきで取ったポジションで大勝ちすることもあれば、何時間も分析したのに損をしてしまうことだってあります。なのでサンクコストを取り返そうとせず、その時に最適な行動を地道に行っていきましょう。3つ目は確証バイアスです。確証バイアスとは、自分にとって都合のいい偏った意見ばかり集めて信用してしまうことです。例えば過去に買いのポジションで大勝ちしたからまた買ってみようと思ったり、この通貨ペアで損したことは少ないから今回も大丈夫だろうと思ってしまうことです。過去の成功体験を次のトレードにつなげること自体は悪いことではありませんが、必ずしも過去のようにトレードがうまくいくとは限りません。過去の経験はあくまで過去のことです。これにとらわれることなく冷静に分析しましょう。4つ目は認知的不協和です。認知的不協和とは、自分の思い込みや信念と直面する現実とが合わないことです。例えば皆さんが上がると思って買いのポジションを持ったとします。しかし実際は下がってしまいました。このような場合、自分が思っていた値動きと実際の値動きに差が生じて、それを受け入れられずにポジションを持ち続けてしまうというようなことがあります。これは認知的不協和が行動に影響を与えているのです。FX ではどんなに素晴らしい分析をしたとしても 100% その通りになるということはありません。自分の思惑とは逆のことが起きてしまったとしても、冷静にその時々で最適な行動を取るように心がけてみてください。はい、いかがでしたでしょうか？皆さん気づかないうちにやってしまっている行動や考えがあったのではないでしょうか？トレードをする際に重要なことは常に冷静でいることです。今日紹介した行動原理を念頭に置き、常に冷静な判断ができるようにしていきましょう。人工知能を活用した FX 初心者でも毎月20万円のフロー収入を得る手法、ここまで見てくださった方には無料で公開しています。興味がある方は概要欄の下にある公式 LINE から登録して受け取ってくださいね。証券会社で培ったノウハウを詰め込んだ人工知能搭載システムとなっており、 FX 初心者だった生徒300名以上も成果を上げています。さらにこれらも特典でプレゼントします。5年で1億円達成を目指すロードマップ、初心者でもわかる FX の損切りのポイントとタイミング、 FX 税金と節税マニュアル、自動売買システムの絶対外しちゃいけない7つのポイント、いつまで公開するかわからないためお早めに登録をしておいてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメント欄へのアウトプットもお忘れなく。今日もお疲れ様でした。